皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケージヤジマです。次男ジオです。はい。今日は今話題になっているファミマのプリンを食べてみたいと思います。これスフレプリン278円です。これ今話題になっててちょっと気になってたんで今日買ってきました。で2つ買いたかったんですけど1個しかなかったです。これ1個しかないのね。君何がいいの？これでいい。これがいいの？あ、そう。で、これね。これ食べてみたいと思います。あともう1個買ったんですけど、これ。プリンのパフェ276円。これは次男が食べたくて買いました。じゃあまず私のスフレプリンからいきたいと思います。スプーンはね、これ長いのもらいました。はい、開けてみたいと思います。わあ、なんか上結構ね4センチぐらいあって下にプリンがあるんですけれども、タワーみたい。タワーもうちょっとあるでしょ。じゃあこれでいい？ああ、これだとそうね、タワーみたいだね。はい、今から食べてみます。ふわふわ。チーズの味がね、こうほんのりしててふわふわで甘すぎない。甘くないよね、うん、そんなに甘くない、ね、しっとりふわり。あ、いいね、しっとりふわり。ほんとしっとりしてます。なんかね、止まらない味。軽い、軽くて、こんなでかいのあってもペロッといけちゃう感じ。おいしいものって軽いですよね。これ軽いです。なんかペロッといけちゃう。クリームみたいなのがあるね。うまっ。で、下の方のプリン、これまだプリン見えてないです。ちょっとね、はい、じゃあプリンがやっと見えてきました。プリン食べてみます。あ、いいプリン。うま。普通のプリンよりもトロトロ。あ、本当だ。な、軽いです、プリンも。プリンはね、うん、味しっかりしてて、これも甘すぎなくて、そんなにね、すっごい濃厚ってわけではないんですけど、なんか食べやすい感じ。生クリームもちょっとあって、あとキャラメルあ、ソースがあるんですけど、キャラメルがアクセントになっていい感じ。で、プリンとスフレの間に生クリームがあります。これやば。これまた買いたいね。これやばい。買うんじゃなくて食べたい。え、買わないと食べれないじゃん。これめちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃじゃなくてめちゃめちゃくちゃくちゃ美味しい。한국에계신여러분들일본에오시면은패밀리마트가시면은이스프레프링꼭드셔보세요강추드립니다정말맛있어요야나도 これね戦いです。아진짜야다먹었어에あっという間なくなりました。これやばいです。これね、これはちょっともう一回買って食べたい感じですね。これはうまい。溶けちゃいます。やばいです。これやばい。せっかくなんでね、次男が買ったパフェも食べてみたいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃーん、食べたい。イエイ。よし、開けましたよ。やば、やば。やば。プリン。やば。何？プリンと生クリームと、あとこれチョコかな。ケーキ。チョコ？で、うん、その下にここにケーキがあって、生クリーム、で下にプリンがあって、下はこれなんだろう、ゼリーかな。食べてみたいと思います。なんかさ、さっきのプリンよりもプルプルだね、これは。あ、プルプルだね。うん、
プリンだ。美味しいけど、うちの後のこれだから、なんか若干重たく感じますけど、うん、これ子供が好きな味かな。ケーキふわふわです。私こっちのスフレプリンのそのチーズ味のケーキがふわふわでめちゃくちゃ美味しかった。でプリンいきますね。プリン。プリンも甘すぎないんですけど、濃厚さはねこっちの方がもうちょっと濃厚です。こっちより。で食感もこっちの方の方が柔らかい。大人だったらこっちの方が絶対おすすめで、これは子供も好きですし大人も好きなんですけど、この後のこれはねちょっとねやっぱり違いますね。こっちの方がダントツうまかった。もう次何買うって言ったら私はスフレプリン買います。これもね美味しいですよ。卵はイエーイ。ここはキャラメルソースは入ってないです。美味しいんですよ。ゼリー入ってた。こっちだとなんか高級ケーキ屋さんにあってもおかしくないぐらいうまい。こちらはですね高級かって感じではない。で明日にゼリーがあるんですけど、コーヒーゼリーです。コーヒーゼリー食べていい？いいよ。うんうん、食べ。コーヒーゼリーうまい。食べていい？うん、いいよいいよ。コーヒーゼリー食べていいよ。いや苦い。子供は苦いね。でジオちょっと聞きます。これとこれ今度、どっち買うなら1個だけ買えるって言ったらどっち買う？スフレプリンとこれパフェ。無理だね。どっちがいいかわからん。あ、どっちもうまいか。うん、うん、そうね。あ、サブ。食べや。うん、食べや。もう無理。苦いやつ無理。あ、コーヒーゼリー苦くて無理。私はこれコーヒーゼリー美味しいけど。寒い。こたつの中入ってもいい？じゃあバイバイ。今日はプリンを食べてみました。韓国の皆さん日本に来たらぜひぜひファミマで買ってみてください。またね他のコンビニで美味しいデザートが出てきたらまた紹介しますのでお待ちください。最後まで見てくれてありがとう。はい、여러분들좋아요하고구독부탁드리고요그럼우리다음시간에만나요안녕안녕